朝ドラ「ひよっこあらすじ予告」第25は向島電機の乙女寮に到着5月1日月放送分危機物語上野駅に到着した峰子と時子そして2人の同期入社となる澄子と豊子は愛子の引率により墨田区向島に向かいました峰子たちは 向島の工場街の一角に立つ向島電機に到着愛子は皆の職場となる向島電機のトランジスタ工場そして女子校員たちが暮らしている乙女寮に美猫たちを案内します寮の食堂では乙女寮で暮らす先輩寮生たちにコーラスの歌声で迎えられ美猫たち4人は思いがけない歓迎に感激します 温かい雰囲気の中で迎えられた峰子でしたが、茨城の実家の家族たちのことを思い出さずにはいられないのでした。